皆さんこんにちは、ヒリタンです。前回の動画で軍事的な才能を認められた光秀さん、今回はその後の活躍をご紹介していきます。天正3年5月、信長さんは天下布武の戦略に乗り出します。長篠・設楽原の戦いで宿敵だった武田軍を破ったためです。とりあえずの東の脅威が去ったので、次は西に目を向けました。京都の西、丹波の攻略です。信長さんは丹波攻略の総大将に明智光秀さんを指名しました。歴史に詳しい方にはあれ？って思ったかもですが、天正3年の以前は丹波の織田の勢力範囲とも言えました。しかし室町幕府の滅亡により有力な黒人領主の離反があったのです。その中心人物が荻野直政さんです。赤い直政とか赤い悪右衛門といった方が分かりやすいですかね。同じ人です。では早速光秀さん出陣と行きたかったのですが、越前で動きがあり信長さんが出陣、光秀さんを連れて行かれました。一向一揆の討伐です。新潮講義によりますと、ここで手柄を挙げた細川藤孝さんに丹波国桑田軍と府内軍の2軍が与えられてます。どちらも山城寄りで離反の動きも見られず、織田の勢力範囲内だったと推測されます。そして天正3年11月に光秀さんを総大将とする織田軍の丹波攻めが開始されました。狙うは赤井直政さんの居城黒井城です。赤井直政さんは武田勝頼さんや吉川元春さんらと連携しており、信長包囲網に組み込まれていました。京都に近いこともあり、包囲網を崩すためにも急いで丹波を攻略する必要がありました。光秀さんは日の見軍左側から黒井城に攻めかかりました。矢上城の畑野秀春さんも光秀軍に加わり、丹波の国衆のほとんどが従いました。これで勝利は確信したはずですが、黒井城は堅城であり簡単にはいきませんでした。光秀さんは包囲を続けますが、年が明けて天正4年の正月15日のことです。畑野秀春さんは突然の裏切りに出ました。正月で家に帰りたくなったのでしょうか。光秀さんは21日には坂本へ逃げ帰っています。ここまで順調に手柄を上げてきた光秀さんですが、大きな失敗であります。ですが信長さんから失敗したことへの追及はされていません。信長さんって一度でも失敗したらすぐ怒るようなイメージを持たれている方も多いかと思いますが、実際は違ったのではというエピソードも結構あるんですよね。信長さんのダーティーなイメージはルイス・フロイスさんの日本史による影響が大きいのではと思います。ルイスさんは布教が進まないのは根性の悪い信長さんのせいで、自分は悪くないっすよって本国に伝えていたのではと個人的には考えています。ともかく光秀さんはこの後も丹波攻めの大役を解かれることはありませんでした。すぐさま2回目の攻略にと行きたいとこですが、信長さんは石山本願寺との戦いに力を入れ始め、光秀さんを参陣しています。信長軍の石山本願寺包囲網の要である天王寺砦を守っていた松永久秀さんが離反したのが天正5年の8月です。信長軍の主力が上杉謙信さんと戦いを繰り広げている隙を突かれました。能登攻めは失敗に終わり、主力が戻ってきたので、今度は松永久秀さんの討伐が行われました。
ここで先陣を切ったのが光秀さんと細川藤孝さんでありました。最後は松永久秀さんの壮絶な爆死で幕を閉じるのは有名なお話であります。これは10月10日のことです。そして10月16日には光秀さんの丹波攻略が再開されています。大忙しですね。さて最初の目標は亀山城になりました。ここは先ほど述べた細川藤孝さんの領地ってことになっているはずですが、実際には内藤貞政さんが居座っていました。そこで細川親子と一緒に攻め始めました。亀山城では戦の直前に城主の内藤貞政さんがお亡くなりになられてます。気が弱い方だったのでしょうか。そこで実際の指揮は家老の安村次郎右衛門さんが取っておられます。優しい光秀さんは無血開城を望んでおり、安村さんを説得するのですが、頑固じじいの安村さんは乗ってきませんでした。そこで正門を光秀さんが、絡め手門を細川忠興さんが担当し攻撃します。そして負けを認めた安村さんは降伏を申し出ました。光秀さんは攻撃を中止しましたが、若い忠興さんは落城寸前になって降伏なんて認められないと攻撃を続けようとしました。光秀さんはいけませんと忠興さんをいさめています。戦国の常識としては忠興さんは間違ってはいないのですが、光秀さんの寛容さがわかるエピソードだと思います。このやりとりは信長さんのもとへ報告されることになりました。そして信長さんの返事は光秀に一任するでした。光秀さんは内藤氏とその家臣団のすべてを許し、自らの家臣団に引き入れています。こうして亀山城を手中に収め、これ以降は亀山城を中心に丹波攻略が行われることになります。ちなみに亀山城は光秀さんにより改修工事され、小城から立派な城へと変貌しています。また天正5年のうちに滝郡の籾井城と笹山城を落としています。ですが滝郡の要の城である矢上城には裏切り者の畑野秀春さんが残っています。こいつだけは許さないと、いくら優しい光秀さんでも思っていたに違いありません。矢上城攻めは天正6年3月に始まっており、当初は信長さん自ら出陣する予定でした。そのことからも重要であったことがうかがい知れます。信長さん本人の出陣は見送られましたが、代わりに滝川一益さん、丹羽長秀さん、細川藤孝さんが光秀さんを助けるために参戦することになりました。光秀さんは坂本城より出陣、丹波に入り矢上城を囲みます。ですが城攻めは難しいのです。矢上城は天堅の要害の山城であって、簡単には落とすことができませんでした。もう一つの理由に石山本願寺があり、いつまでもここに大軍を置いておけないとの焦りもありました。そこで応援のお三方と相談して、光秀さんの家臣たちにこの場を任せて先に摂津方面を片付けることにしました。この時反撃を防ぐためと兵糧を運び込まれないように塀を二重に作っています。摂津での戦いは4月5日6日の2日間で好転し、光秀さんたちは再び丹波攻めへと集中できるようになりました。矢上城へと向かう前に園部城の攻略に向かいました。園部城は荒木氏綱さんが城主として守っていましたが、光秀さんは大軍を率いてます。城攻めは4月10日に開始され、城の水の手を切ることに成功し、4月26日には氏綱さんが降伏して開城となりました。
よし、今度こそ八神城と行きたいとこですが、今度は信長さんより播磨への転戦を命じられました。この頃の播磨は担当していたのが秀吉さんであります。秀吉さんは播磨と備前美作の国境近くに位置する小月城を落とすことに成功しています。ですがこの城を宇喜多直家さんに攻め取られてしまいました。毛利との戦いで重要な拠点になるので、秀吉さんは大軍を率いて小月城を取り返しました。そこで信長さんは打倒毛利と尼子家再興に燃える尼子勝久さんを利用しようと小月城へ入れたのでした。しかしこの策が裏目へと出てしまいました。尼子勝久さんが小月城へ入ったと知った毛利輝元さんは吉川元春さん、この矢川隆景さんに命じて尼子打倒の兵を出したのです。その数なんと3万でした。秀吉さんの兵力は1万ですから、光秀さんたちを向かわせるしかなかったのです。こうして光秀さんたちは園部城開城の3日後に播磨に向けて出陣し、6月に歓喜城を落とすまで播磨で転戦することになりました。やっと終わった、今度こそと八神城の攻略にかかろうとした矢先、今度は荒木村重さんの謀反です。光秀さんの娘さんは摂津有岡城主である荒木村重さんの子である村継さんでした。さすがに無視できるはずもなく、荒木親子の説得に当たったりで、とても八神城攻略に本腰を入れられる状態ではなかったと察します。結局年が明けてしまい、天正7年1579年2月に坂本城から亀山城に向かい、3月16日に滝郡まで兵を進めています。そこから総攻撃が開始されます。光秀さんは攻撃と同時に降伏するよう調略も行い、それが決め手となって6月2日に波多の兄弟は降伏してきました。ここで縁婚説によく登場する話をご紹介します。光秀さんが調略を行ったのですが、光秀さんの母を人質として八神城へ入れ、それを信用した波多の兄弟が降伏してきました。ですが安土に護送された波多の兄弟は信長さんの命で貼り付けにされました。それで騙されたと思った八神城の城兵が光秀さんの母を貼り付けにしたというものです。はい、この話は忘れてくれて結構です。すべて嘘でございます。全く何の資料もございません。波多の兄弟が安土に送られたのは事実ですが、光秀さんのお母様は登場しません。勝手に殺して失礼であります。八神城の開城後、7月には宇都城を落とし、残るは念願の黒井城、荻野氏です。前回倒せなかった赤井直政さん、覚悟。赤井、波多の直政さんはその時亡くなっておられました。前回が天正3年で、今回が天正7年ですから、待ちきれなかったのですね。光秀さんは黒井城の前に波多の氏の市場である鬼頭を先に落とし、8月9日に黒井城を落とすことに成功しました。この黒井城のあまりの要害ぶりに、光秀さんは重臣の斎藤利光さんをこの城の守りに入れました。ここに丹波の平定はなりました。実に長かった。光秀さんも大変だったでしょうが、私も大変でした。さて、本当に長かった丹波攻略も一段落したことで、今回はこれまでにしたいと思います。
今回は光秀さんの忙しさを実感しやすいようにとあえて日付を入れてみました。光秀さんが信長さんから頼られていたのかがなんとなく想像できるかと思います。それではご視聴ありがとうございました。